こんにちは、110周年ずっとよろしく豊橋。皆さんこんにちは、広報校長課の加藤です。市内の各所で110周年を市民の皆さんが考えたイベントで盛り上げる市民提案イベントが開催されています。そんな中で一つ110周年の限定グッズのご紹介です。豊橋110周年の記念ステッカーです。市内の110周年のイベント会場で配布しますので、ぜひ皆さん市内のイベントに参加してみてください。それでは初めに春の街中歩行者天国ハンバーガーフェスティバルの様子をご紹介します。ご覧ください。豊橋の街中ににぎわいをもたらそうと、さまざまな企画で来場者を増やしている豊橋街中歩行者天国。広小路1丁目2丁目及び時はアーケードを会場に春と秋に開催しています。6月19日日曜日にはハンバーガーフェスティバルが開催され、多くの人でにぎわいました。会場にはキッチンカー16台が集まり、それぞれ趣向を凝らしたこだわりのハンバーガーが並びました。またこの日だけの街中の飲食店によるオリジナルバーガーもあり、開始30分ほどで完売する盛況ぶりでした。来場者はお気に入りのハンバーガーを買い求めると、ベンチや椅子に座って家族や友人と話をしながらハンバーガーを頬張っていました。またこの日は同会場でインターナショナルフェスティバルも開催され、世界各国のグルメを味わうことができました。ステージではカポエイラなどのブラジルのダンスや音楽も披露され、来場者が足を止めて見ていました。そして午後からは MJ メモリアルイン豊橋 We Love Michael 2016も開催されました。来場者とマイケル・ジャクソンのダンスを踊ったり、マイケルポーズで写真撮影ができるブースなどがありました。マイケルワールド全開で盛り上がりを見せていました。この日来場者は美味しいハンバーガーと国際色豊かなグルメを食べながら、ステージイベントを見たり一緒に踊ったりして、街中で楽しい一日を過ごしていました。ここのだね、ここの焼きチキン南蛮をみんなで食べました。みんなで食べて、写真が美味しそうだったから、なんかそれにしました。なんかチーズのところがなんか美味しかったです。そうですね、なんかすごく雰囲気もいいので、なんかテンションも上がってすごく楽しいです。はい、歩行者天国は今度ですね、7月30日初の夜間開催を広小路2丁目で行うのと、秋にも4回開催を予定しております。春の5回に負けないぐらいですね、いい内容を開催しまして、街の中ににぎわいが生まれればと思っております。ハンバーガーとても美味しそうでしたね。参加した皆さんは初夏の楽しい一日を過ごすことができたのではないでしょうか。続いてはものづくり博2016 in 東三河、東三河のものづくりを見て触って知ってもらおうです。豊橋市総合体育館を会場に、6月17日と18日の2日間、ものづくり博2016 in 東三河が開催されました。これは東三河のものづくり企業の PR の場として、昭和59年から2年に一度開催されているイベントです。今年は過去最大となる90の企業と団体が出展しました。会場には工業や建築、繊維や食品などさまざまな産業のブースが並びました。
このイベントはパネルや展示物を見るだけでなく実際に触れて体験できるというのが特徴で、さまざまなブースで体験コーナーが設けられました。大人も子どもも自分の関心のあるブースに立ち寄っては目を輝かせて展示物を観察していました。またセミナーも開催されました。豊橋技術科学大学創立40周年公開講座では、大学教授らから地震や植物工場などの専門分野の話を聞くことができ、来場者はメモを取りながら真剣に話を聞いていました。18日土曜日には愛知産フェスタと題した東三河の高校の専門分野の取り組みを見学できるコーナーもありました。ここでは農業や工業、家庭科や看護など各専門部会に分かれて高校生らによる特別展示や実演が行われました。さらに屋外ではこの国東三河グルメと一品フェスティバルも開催され、東三河自慢のご当地グルメや名産品が集合しました。おいしいものを召し上がっていただいておりますでしょうか。2日間で2万3000人が訪れたものづくり博2016 in 東三河。この地域のものづくりの魅力を多くの人に発信する機会となり、次世代へとつながるイベントとなりました。非常にたくさんの方が来ていただきまして、特にですね、目的でもあります地元の若い子たち、小さなお子様から、中学生高校生までですね、たくさんの方に、来ていただきました。この地元にですね、会社の規模は小さくても、いろんなものづくりをやっている企業があります。特にですね、世界にも進出してたりですとか、世界で使われている技術っていうのもですね、たくさんあります。そんな企業がですね、この地域にはたくさんありますので、将来ですね、ぜひ地元で働いていただきたい、そんなふうに思っております。この地域のものづくりについて知ることができるイベントでしたね。続いては広報豊橋6月15日号の見どころを紹介します。はじめに大相撲平成28年秋巡業豊橋場所のお知らせです。日時は10月14日金曜日午前8時から午後3時までで、豊橋市総合体育館で行われます。入場料は座席により異なります。チケットの販売は7月2日からサークル系サンクス、中京テレビ事業チケットセンター、チケットピアなどで発売します。続いては豊橋初の3時間リレーマラソン、みんなでつなごう花と野菜でファンナイトランの参加者募集のお知らせです。豊橋公園内一周およそ 1.5km の周回コースを走ります。日時は8月27日土曜日午後5時スタートで、部門は一般、高校生、コスプレの3部門あります。参加料は一般2000円で、高校生以下は1500円です。申し込みは7月29日までに参加申し込み書をファンナイトラン実行委員会事務局まで提出してください。他にもさまざまな記事を掲載しています。広報豊橋を皆様の生活にお役立てください。今週の豊橋ナウいかがでしたか。それでは最後に春の歩行者天国で出会った皆さんをご覧いただきながらお別れしましょう。来週の豊橋ナウもお楽しみに。こんにちは。110周年ずっとよろしく豊橋。